転職してから人生が好転して、正直戸惑ってる。もしかして、私は、今、夢を見ているのかな。覚めてほしくないな。だって、半年勤めて100万貯まった。すごい。前職は、10年近く勤めて、ようやく200万だったのに。今の職場は、とにかく人を褒める。褒めまくる。顔から火が出るんじゃないか、ってレベルで褒めてくるので。こちらも懸命に褒め返すけど、多勢に無勢で、いつも負ける。前の会社では、飲みの足にしか使えねえな。とか、散々無能呼ばわりだったのに。さすがです。ありがとうございます。今日も大暴れだね。って肩を叩いてくる。誰も、人の悪口を言わない。偉ぶらない。卑猥なことを言ってこない。年下でも年上でも、みんな敬語を使うし、物腰が柔らかい。体つきをからかってこない。残業代がちゃんと出る。というか、日付を超えるような残業自体が全くない。遅くても、20時には帰宅できる。体調が悪いと、早退を勧めてくれたり、休憩の時間を前倒ししてくれる。本当にすごい。飲み会でお湯割りを作らされたりしない。酔った勢いで、人格否定をしてくる上司もいない。自分の家と逆方向に、タクシー代わりにされることもない。転職してよかった。生きててよかった。明日も仕事だから、頑張る。